そんなわけで改めて本日のゲストをお迎えしたいと思います。中村祐一さんです。どうぞ。どうも、お茶の間の皆さん、こんにちは。中村祐一です。今回のゲストは中村祐一さん。さまざまなキャラクターを演じ分ける演技力を持ち、アニメ作品だけにとどまらず、特撮、映画の吹き替えやテレビ、CM のナレーションなどでも活躍する実力派。その一方で声優界でも無類のゲーム好きとして知られている。ミキシンとは機動戦士的アニメをはじめ、数々の作品で共演を果たしている。いらっしゃいませ。いや、もう嫌でも目につく主張の強いのがあるじゃないですか。はい、君のイメージです。そしてこの格好は何ですか。あまりないって聞いたんですけど。それはこの格好でスタジオにいるから、ね、いや、あのね、この格好が必要なドライビングじゃないですよね。いやそんなゲストにそんな思いさせません。そうですよね。そんな思いはさせません。まあ、とりあえずね、やっぱ。いや、なんかもうなんか今日本当突っ込みどころが多すぎて。はい。なんか、何でもいいですよ。本当ですか、ね、大丈夫ですよ。じゃあ、衣装から。はい。お前冷静に突っ込むな。もうランボルギーニですよ。といえばもう。すごい。はい。子供の頃だって。そうですね。ランボルギーニ。僕はスーパーカーブームの子ではないんですけど、でも、まあ、こういう言い方するとちょっとね、今お住まいの方、住んでる方に誤解を与えそうですけど、僕香川県出身なんですけど、見たことがないんですよ。あの香川県でスーパーカーというものをテレビとゲームでしか見たことがなくて、こう東京に来ていっぱい見るようになったんですけど、このね、触っていい場所にあるのはちょっと初めてなんで、今ドキドキしてます。近いからね、今。そう、ああ、もうこれゴンっていったら、はい、もうゼロ距離ですよ、ほぼ。危ない、怖い。で、このような車が今回スタッフにお願いしたら用意できましたよって言われて、はい、ちょっとね、テンション上がってレーシングスーツで来ちゃった。それで車の説明してたの、さっき。そしたら、すっげえ汗かいた。テンションかなり上がってる。テンション上がって。今までのこの番組上だと、ないんですか、このタイプは。ないですね。ない上にスタジオも初めてです。あら、車紹介するのにスタジオですよ。まあ早速なんで、この香川では見たことがなかったこのスーパーカーウラカン、どうですか、これ見ていただいて。いやだって、いいですか、はい、ここがこんな色になってるのを初めて知りましたからね、はい、これですね。ここでございますね、これはスペシャルパーツでございます。これは違うやつなんですね、その、はい、カスタマイズの。そうでございます。はい、これでもいいでしょ、これチタンですよ。チタンでちゃんと火入れてこうなっている、ね、色がついてプロコンポジットさんですね。すごい、はい、もうどこがどうなってんだこれ。いや、普通に車ですよ。